わ、すごい、私のさ笑い声めっちゃリズム的。どうも皆さん、おはようございます。黒緑工房の白い引き出しと、オプト米玉と青いムーブです。週初めの朝に元気をお届け、黒緑工房のラジオ、コボラジのお時間です。メインパーソナリティは白い引き出しです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。というわけで、うん、なんかあったな。どうしたんだい。というわけで今日はね、お便りをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、誠心誠意込めてありがとうございます。はい、今回はお便りを読ませていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、ラジオネーム、君のような息のいい柿はフライだよさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。なんか二度目ましたか。なんか、そんな気がする。なんか見たことがあるな。あるな。うん、黒みどろ工房の皆さん、コンビドロー。コンビドロー。自分はポケモンが好きで、現実世界にポケモンがいたらどんなポケモンを手持ちに入れるか妄想したりしているのですが、最近は黒みどろがポケモンの世界にいたらどんなポケモンを使っていそうかについて考えています。そこで、皆さんはもしポケモンがいる世界に行くことができたとして、どんなポケモンを使ってみたいとかありますか？あと、ジムリーダーをするなら何タイプがいいとかも気になるので、教えてもらえたら嬉しいです。おー、とのことです。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。なんてワクワクする内容を送ってくれたんだ。ね、バトルしようぜ。おー、やる気満々やトレーナーいた。ちなみに、ポケモン誰にするっていうことでいろいろ喋ってたんやけど、うん、盛り上がりましたね。はい、ライブね、なんか1時間半ぐらい喋ってたよ。もうそれをさ、取ればいいんだよな。な、確かに。でもそうね、俺は結構、うんうん、みんなが考えたことあるんじゃない？ポケモンゲームやってる人やったらもちろん、うんうんうん、いや、それやるでしょ。アニメ見てたりとかもね、夢が膨らむもんな、こういうのは。楽しいよね。うん、まあ、ってことで今回は、うん、3体、うんうん、え、ポケモンってタイやんな。タイかな、タイかな、ヒキか、タイかな。ここら辺3人って言おうとしたんやけど、人ではないなと思って。3匹、まあ、3匹、ヒキはタイ。間を取って3人選びました。はいはい。そう、1時間半盛り上がって、うんうんうん、なんかみんな悩みつつ3人選んだから、これ、うんうんうん、手持ちいっぱい選ぼうとしたら多分、まあ1日半かかると思うから。そうやな。1時間選ぶのにかかって、コボラジの収録自体は3日ぐらいかかるので、ちょっと使えないのでね、やっぱ3体で。そう、3体で選びました。はい。で、今日は、まあその誰を選んだかっていうのと、うんうん、まあ、ちょっとした理由、うんうん、お話していけたらなと思っています。はいはいはい、おい、はい、音符から言う、うんうん、そういう意味じゃないよ。勢いだけはあるのに。勢いだけ、返事だけ。じゃあ返事、だって返事はね、いい返事しないと。返事はまあさ、あ、いい方がいい な。じゃあこの送ってきた順に喋ろう。うん、オッケーオッケー、それでいこう。オッケー、うん、じゃあ最初お米かな。はいはい、うん、米玉が選んだ3匹の1匹目はブラッキー。はい、ブラッキー、はい、まあまあ、いいね。これは結構解釈一致なんじゃないかなと思うんやけど、うん、このお便りを見て真っ先に浮かんだのがやっぱブラッキーやったかな。ブラッキーちゃんね、やっぱかわいいよね。かわいい、うん、いいよね。し、色も良いし、うん、ね、うんうん、そう、ブラッキーなしはちょっと考えられへんかなってぐらい。お、いいね、うん、だからもうブラッキーはもう真っ先に決めたかな。はい、なるほど、うん、絶対に使ってたいかな。どんだけ不利でも使う、うん、戦いがいいね。もうどんだけ不利であろうが使って勝つかな。はい、うん、なるほどね。2匹目がクチート、はいはいはい、かわいいよね、クチート。クチートの特にメガ進化バージョン、あ、メガクチートや、メガクチートがいいかな。そう、ビジュが好き、ビジュが好き、かわいい、いいね、シンプルに。うん、なんか
その目がくチート、あの知らないよって人はぜひ検索をしてみてほしいんやけど、うんうんうん、なんか後ろ姿なのよね、なんか立ち姿が。せやな、くチートってそうやな。ああ、そうそういうことか。これ分かってなかった。髪の毛みたいな感じだからね。せやな。そうなるほど。でその髪の毛のなんかそのなんやろ、なんてゆらゆら感、はいはいはい、とあと単純にくチート本体って言ったらあれやけどチートの顔が好き。あ、なるほどね。かわいいよな。かわいい、うん、からクチートかな、2匹目は。はいはいはい、なるほど。でこの辺まではあの割とパッと浮かんでて、もう、うんうんうん、クチートとブラッキーは。であと1匹を何にしようかなって思って、まあそのさっきの1時間半の中でいろいろね見てたんやけど、うん、そう、これはマジでその調べてる時に初めて知ったポケモンなんやけど、おあと1匹はゴチルゼルっていうポケモン、はいはい、俺多分ピンとこうへんやろうな。うん、もう俺ですら知らんかったこの子はなるほどね。そう、この子は知らんかったんやけど、まあ、この子も見た目が良い、好きかな。うん、お米好きそうやもんな。確かに、なんかゴシックな感じ、うん、そう、なんか黒いドレスっぽい感じ、せやな、がちょっとドンピシャすぎて、うん、うん、ゴチルゼルが出てくるポケモンは遊んだことないけど、はいはい、うん、まあ確定かな、入れるなら決まったんや、うん、決まったかな、納得するもんな、うん、うん、かな、俺の3匹は。はいはい、いいねいいね、なんか納得でした。はいはいはい、もう囲まれたよ。ぜひこのポケモンたちに変な名前はつけんといてあげてほしいな。そうやな、もうちゃんとした名前で言ってほしい。うん、間違ってもつけへんよ、そんなね。ゴチルゼルになんかリボンくるくる大臣とかさ、つけんといてほしいよな。あ、大臣はどっかについてるやろな。うん頼む、頼むな。うんうん、まあ頼まれとくわ。絶対交換できないんだから。おい、目見ろ、こっちを見るんや。目を合わせろ。頼まれとこうかな。うん、まあ、いいね、いい3匹でした。うん、ね、いいチョイス。かわいい。黒やな。夢が詰まってます。うん、確かに全部黒だね。うん。うん、あのぜひお米に3匹しか選んでへんから、あと3匹選べんねやな。そうやな。手持ちで言うと。そう、手持ちの数で言うと、うんうん、だからこれどうですかみたいなあればコメントで教えてください。はい、はい、お願いします。お願いします。ね、次じゃあ白だしいきます。はい。めちゃめちゃ可愛いんやろな。うん、もちろん当たり前やな。モフモフの。何言ってんのよ。モコモコ。そう、あの、うん、葵がちょっと前に、うん、クラミドロ工房のメンバーがポケモンやったらこういう手持ちになりそうみたいな画像を作ってくれたことがあって、はい、やりましたね、うん、はいはい、うん、それを見てね、あのおーってなって好きになった、超可愛いポケモンなんやけど、わ、楽しみやな。まず一人目がゴロンダ名前は今んとこ、おおなんか、いや、どっちか分からへんな。ゴロンダの、なんかゴロンダ、なんかゴロンってしてる感じのな、うん、音よね、うん、名前のね、うんうん、ちょっと可愛いね。うん、あ、ポケモンの説明読むな。あ、図鑑のね、うんうん、図鑑の、と気性が荒く腕力で黙らせる、うん、立ちふさぐまとの一騎打ちに闘志を燃やす、はい、立ちふさぐまとの一騎打ちに闘志を燃やしている、気性が荒くて腕力で黙らせようとしてる、なんかデザインはパンダなんかな。おー、そう、なるほどね、うん、はい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 、笹食べてるもんな。食べてるって言うんかな、これ。食べてるっていうか、なんかあのちょい昔のあの、ね、漫画みたいな、漫画みたいな、うん、加えてるな。あ、番長っぽい感じなのかな、じゃあこれは。ああ、かもね。なんか後ろのな、毛も長蘭っぽい、うんうんうん、ああ、確かに確かに、ほんまやな。確認やけど、サイヤ人ではないよねサイヤ人ではない ね、 サイヤ人じゃないよね。これは違う、これ白だし。あ、違うか。あ、あれ、に似合うな。なあ、あ、まあ、あの腕力で黙らせるっていうところが気に入りました。腕一本で全てをどうにかするっていう、さすが、うん、素晴らしい。じゃあ次の、あ、うん、あ、次行こうとしたやつおるな。そう、あんまり、葵が作った、うん、はいはい、画像にいて、なんで選んだんって聞いた時の葵の説明も、おー、なるほどって思ったんやけど、うんうんうん、そう、葵、もう一回説明覚えてる？いや、俺白だしに何か言ったっけ？
あ、覚えてないんだ。あ、もういい。だ、じゃあ、はい、そろそろ厚み泥のお時間になりました。あれ、すべて青い部分のせいだ。俺の責任やな。じゃあ全責任取ってもらって。ゴロナ捕まえてこい。今すぐ。やばいよ、気性なくて腕力で黙らせるんやから。うん。ゴロナ捕まえるまで帰ってこれます、ね。何やったっけな、ね、確か。うん。こんだけそのうおってタイプのやつが、うん、私に敬意を持っているみたいな言ったわあーなるほどね、そう敬意を持ってついてきてるみたいな感じで、はいはい、従えてる感じだってトレーナーであることでまずはそのポケモンよりちょっと上にはいるわけやからな、そうね、言うこと聞いてもらわないとね、そう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 、どうやってな、あ、じゃああんま聞かんとこまあ腕力で黙らせたんじゃない、ゴロンダと一騎打ちして勝ってる可能性あるからな、もしかして唯一負けたのは白い引き出しとかっていう説明文が増えそうな感じな、あかもしれない、でもエモいやんそれ、なんかゴロンダはデザイン的にもすごい好きで、うんうんうん、色味も可愛いのよ、そう、まあ、っていう、まあ、もちろん内面的にも外見とかも好きで選びました、うん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 、はい、いいですね、はいはいはい、次の可愛いんやろな、あの1匹目で結構いかついの来たからね、うん、うんうんうん、バランス、で次2匹目、はい、ウーラオス一撃の肩、あ、終わったっていうポケモンです、そうだかな、ウーラオスだけやったらまだワンチャンあるかなと思ったけど、あと、うん、の一撃の肩はもう拳やん、またまた、うん、もう名前についてねもうタグマっていうポケモンからウーラオスになって一撃の肩、うんうん、と連撃の肩っていうのがあるから、多分この子がポーズをこうやって変えるんやろうな、あ、格闘スタイルがあるってことやな、うん、格闘スタイル多分分からんねんけど、すいません、私ポケモンあんまやってなくて、うん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 、この子も強そう、うん、シンプルだ、シンプルやっぱ強さにな、あのごちゃごちゃいらんから、うんうんうん、腕一本で腕だよね、そうね、バトルするためにね、うんうんうん、チーム組んでるわけやから、この子どうやって捕まえた、まあまあ肩組んだとかちゃう、肩組んでな、ポンポンしたからな、なるほどね、なるほどな、なるほどなるほど、仲間になれよな、あーなるほどね、そういうことなんかな、うん、もしくは杯を交わしたとか、あー男のね、男あるかも、仲間のね、うん、やり方かもしれんな、まあまあまあ、ちょっとその辺はね、朝にする話じゃないから、うん、まあ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 、あ、まあ、そうか、一旦そうか、朝のラジオやからな、うん、朝のラジオやから、そう、とりあえずウーラオス、なんかこういうかっこいいポケモンいるんやなって、この子もなんかグレー基調、そうやな、な見た目です、可愛、うんうん、いですね、すごく、うんうん、そうですね、可愛、うん、いね、可愛いね、うん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 ちょっと、で3匹目、うん、はい、3匹目は、ルガルガン、ルガルガン、はい、かっこいいイメージがありますけど、ルガルガンです、かわいいね、おかわいい、イワンコから進化してルガルガン、ルガルガンもなんか2タイプなかったっけ、なんかね、真昼の姿、真夜中の姿、黄昏の姿っていうのがあって、へえ、うん、私は真夜中の姿に惚れました、真夜中の姿なんだ、うん、なるほど、あれに惚れました、うん、おお一応ね一番悪そうやけどまあ赤いもんな、なんかところどころいいよねこれね、顔のとこ暗いもんな、うん、怒ってる時の私やなこれなあやばい、ね、もう一回言ってみろの目ですねこれは、うん、おい絶対怒らさへん方がいいと思うよ、うん、めちゃめちゃ怖いかもしれない、でも通常時がウーラオスとゴロンダやろあんまり、あ、うん、ごめん、なんもないやばい、友達がなんかもごもごしてる、うん、やばいね、後日、いやでもさ、かっこいいねん、あの説明がさ、うんうん、ほうほうほう、ポケモン図鑑の説明が、鋭い爪や牙で獲物を襲う、うん、信頼するトレーナーの指示には忠実に従うって書いてある、わあ、いいな、なるほど、信頼するトレーナーね、え、どうやって捕まえたの、そんな拳やろまあまあまあ、まあ、だちょっとなんか悪い青年っぽい感じだから、拳でも ヤンクミ的な感じで、ああ全員求めてない、そう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 、私がニコニコしてたら仲良くなった、ああ多分そっか、あ、怖、あ、えう、ゆう
ユン。なんかパスワードみたいなの喋ったな今。なるほどね。この3人かな。うん。3人って言っちゃってるもんな。あ、3人。3人って言っちゃってるもんな。うん。3匹かな。なるほどね。うん。いやでもこの3匹を後ろに従えて歩いてる人としてはちょっと見たい。え、そうだな。街中ですれ違いたいもん。いや、おらん。街中にはおらん。あのトレーナーに喧嘩打ったらあかんって有名なるわ。なんかさ、結構羊モチーフのポケモンとか多いやんか。そうやな、うんうんうん、いっぱいいるね。そう、葵が作ってくれた画像の中にもいたんやけど、うんうんうん、とりあえず3匹やったら、うんうん、私が羊やから、うんうんうん、羊の子以外で考えてみようかなと思って。結構みんなさ、白なしのことを考えたら羊系のポケモンは入れるやん。そうやな、ウールとかね。あ、そうそう、入れるやんか。エルフーンとかね、いるね。うんうんうん、そう、だから今回は自分で考えるにあたって羊以外を選んでみました。あ、なるほど、なるほどね。可愛いのは私だけでいいと。そう、そういうことね。あ、そうなんだ。うん、そういうこと、そういうこと。いや、いいですね。まあ、いいチョイスですね。いいですね、うん、ありがとうございます。戦ってみたいもんな。戦、大丈夫か。お前もパーティー大丈夫かな。そうやな、ブラッキー無事か。ああ、確かに圧で負けてんだ、すでに。確かに。他にも私におすすめのポケモンとかいたら教えてください。お願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ次は音符。俺だ。ベトベターと違う、ドガースと、マッタードガースと。あ、分かった。ちゃうねんて。ちょっとみんな聞いてよ。俺がさ、はい、その何、コボラジ収録前にさ、ポケモン決めてる時にみんななんか何、もうおかしいって言ったらポケモンにかわいそうやけどさ、うん、なんか、うん、どうしたん。だいたいなんかヘドロみたいな。だから今話しとるね、うん、話しとるね。話聞く。私が話聞くよ。どうした。永遠になんか、うん、ヘドロみたいなやつをさ、話聞こか、紹介して言うてんねん今話を、うん、話聞くよ。音符がなんかしんどいって、なんか辛いとかなんか思って、悩みがあるんやったら私いつでも話聞くよ。今してる、うん、今してんねん。言って な, なんとかないね、うん、頼ってよ。ミュートか今俺ね。えハハ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 ハ解決した。あ、ごめんごめん、自分の中で解決した。あ、よかった。よかった。うん。あ、ごめんごめん。うん、うん、俺は、うん、俺が選んだポケモンはですね、まず1匹目、はい、これペンドラーっていうポケモンで、はい、おお、これ結構ね、はいはいはい、結構人気なんですよこの子。ペンドラー、どうなん、私初めて見た、なんか見たことあるわこの子。分類的にはムカデなんよ、うん、ムカデポケモンで、うん、あ、やねんけどなんかムチムチして可愛い。確かにね、あんまり柔らかいんかな、虫っぽさないよな。そう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 、この目とかも可愛いのよ、なんかじと目みたいな、うんうん、確かに、ほんまやな。そう、この子がね、なんかもう刺さった。あ、刺さった、いいね。めちゃめちゃ可愛いです、この子、うんうんうん、しかもね、進化前も可愛いのよ。あ、そうなんや。そうそうそう。まだ見たことない。虫ポケもいろいろいるけど、なんか2番目のってなんかこう、何？なんて言ったらいいの？サナギで。はい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 、はい、虫あるあるやな。そう、進化途中みたいな。うん、やねんけど、そう、この子はもう1、2、3ととっても可愛くて。おお。あ、ほんまや、あんまり怖くない。そう。可愛い。不思でほいいが。この子の背中で寝たい。いいな。サイズ感的にはこの子どうなん？ 2.5 メートルです。あ、ちょっと、でかい。待って待って、どう 2.5 メートルや？高さが 2.5。 横伸び切って 2.5。 伸び切って、伸び切ってな。あ、いいね、寝れそうね。でかいね。めちゃ可愛いよね。うん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 。この子が1匹目です。はいはいはい、なるほどね。で、2匹目は、アリアドス。アリアドスか。はい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 。知ってる？みんなこれ、クモ。クモね。そう、知ってる、知ってる。昔からいるポケモンやな。超古参ポケモンやな。すごい、名前で聞いてピンとごへんかったけど、見たらわかるわ。そう、この子も可愛いよ、クモちゃん。あ、糸丸の。あ、そうそう、糸丸の。糸丸っていつからいた。わかるわかるわかる。めっちゃ昔からいるからだよ。マジ最初来ちゃう。そう。なこの子超可愛いのよ、これ。キャワですね。見てこの目。
さっきも目、まあ、目、もうこのちゃんとした目がとっても可愛い。いや、これはもういいよ。アリアドス見たら、あのラピアスの映画思い出すわ、ポケモンの敵やんけ、じゃあじゃあ敵やんけ。でも出てくる、でも出てくるやん。出てくるはず、うん、ちゃんと出てくるやん。まあ、この子もね、可愛い子なんですよ。まだ虫つながりですけどね。まあ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 、確かに、ね、ちょっとこう毒々しい、はいはいはい、虫毒って感じやな。そう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 。で、うんうんうん、次が、まあ、この子がね、ちょっと、まあ、この子がくるっと変わって、オンバットっていう。オンバット、はいはいはい、コウモリのやつ。そう、コウモリやね。一応コウモリか。で、この子音波ポケモンやね。あ、音波。そうそう、音波、音波、ローマ字にすると音波。あ、音波、あ、俺だ。あ、なんか仲間意識感じたんや。そうで、ね、実はあのファミリーの中にあの、うん、たアライグマのアライグマのアライグマ VTuber の、ね、方がおられるんですけど、うん、あの人がポケモンしてる時にも、うん、このポケモンを捕まえてこのポケモンに音符ってつけてたよ。あ、なるほど。あ、そそっか、そう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 。あ、音符っぽさあるな。でこれどこ、なんかどこどこ、このちっこさというか、あ、おっとおっと、なんか自分でマスコ、マスコット感というか、おっとっと、うん、俺チワワかなんかって言ってる。よし、次行こうか。せやな、これで3匹出そう。キャンキャン言うぞキャンキャン言わんといて。超音波ってこと？そういうことか。そう、でもこの子がとっても可愛くて好きです。うん、可愛いよな。可愛い。私んとこみたいで可愛いな。え、どこが可愛さが。あおいさんは何がいいの？俺か、うん、次俺のターンかな。じゃあせやな、うん、俺はね、え、いいんですか俺で。いいですよ、いいですよ。俺の1匹目は、うん、ヌオーです。あれ、おー、なるほどね。可愛い。ヌオー可愛いでしょ。青いやん。いや、なんか仲間意識というかね、俺っぽいな。起きてきた時の青ちゃん。寝起きの青ちゃん。寝起きでまだ目開いてへんけど、おはようって言ってる時の俺。うんうん、青いっぽさあるわ、確かに。いや、このなんかヌオーの間抜け感がマジで好きで。うん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 。手持ちにだって連れて歩くってことやろ。うん。いや、一匹はこういうやつおらなあかんって。ああ、今まあまあね。長旅するんやったら。いいね、癒しやね、これ。そうそうそう、癒されたいやん。で、ちなみに、うんうん、あのヌオーの図鑑の説明文なんやけど、うんうん、あの鈍感なポケモン、泳いでいる時岩や船底に頭をぶつけても気にしないっていう。もうなんかな、この鈍感やな、この間抜け感がな、いい、ね、好きなんよな。そのメンタルいいな。うん、いいメンタルしてるやろ。うんうん、ご飯食べるときも、あの向こうから口に入ってきてくれるのをずっと待ってるらしいから。そうなんや。バカっぽさがな、いいんだよな。いいね。まあ、あと水タイプやしね。いい、うんうんうん、確かにね、うん。っていうのもありますし、青いですし。うん、青いさんだな、うんうんうん、これは。はい、なんか街中で一緒に横並びで同じ顔して商品見つめといてほしい、ね、迷っといてほしい。俺とヌオーでな、ウィンドウショッピングして、うん、あー、ええー、なーこれ言うて。でもそれあれじゃん、ただ歩いてて気づかずぶつかってるだけなんじゃない。俺迷子やしヌオー気づいてないしな。あ、でも気にしてへんやろな。気にせんしてないと思う、うん、まあなんでね、ちょっとヌオーは連れていきたいなっていうのがまあ1匹目で、はいはいはい、うんうん、で2匹目、こちらレントラーです。おー、かっこいいやつよ。かっこいい。レントラー、なんかね、これ山猫なんかな、確か、レントラーなんですけど、うん、ま、かっこいい感じのビジュアルなんですよ、うんうん、でこいつに美女で惚れてずっと相棒にしてて、ゲームをやってる時に、あ、レントラーが初めて出てきたシリーズかな、うんうんうん、はいはい、うん、でシンプルに電気タイプっていう感じなんやけど、うん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 、電気タイプ結構好きなんよね、なんか、そうなんや。弱点も少ないし、なんか電気技かっこいいなっていう、はい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 、のがあって、弱点、うん、そう、レントラーをね、
かっこいい相棒として連れ回してたんで、ちょっとレンドラー使いたいなっていう感じかな。いいね。この子さ、うん、なんか投資能力あるって書いてあるんで。投資？お金を？お金？なんでそっちやねん。あ、違うな。その投資ね。違う違う。もうお金増やしてくれんの。株が、あれか、透かしているの。株の上がり下がりを、この株は。ああ、今が好きなんだ。そら、私も入れたい、それ。違う違う。そっちか。違うね。あれやろ、投資を燃やすって方なんだよ。違う違う違う。それは白出しのパーティーの話。白出しやな。あ、そうかそう、こっちか。ごめんごめん、間違えた。壁のね、向こう側が見えたりするっていうね。そうなの、すごくない？すごい、青には必要、青のパーティーには必要やん。だって縫おうと青やろ、うん、確かに絶対迷子なんねんか。あ、迷子にならんな。そう、なんか危険なものを発見するときにとても役に立つのだって書いてあるから。へえ、なるほどね。あ、いるいる、絶対いるな。うん、え、それさ、相手のトレーナーのさ、うん、あのポーチ、ポケモンが入ってるポーチをさ、うん、投資してもらったら何がいるかとかも分かんない。ほんまやな、分かりそうやな。どうやって教えてもらうかやなとは。まあ、確かにそうやな。目でうっかり、言葉は訴えかけてくるよ。じーっと青いの本見て。うん、どうした？水か。水か。お腹空いてて。うんうん。うんうん。まあ、イエスノーでな、答えてもらうことになっちゃうけど。うん、そうなんや。そうか、そんな能力もありましたね。なんか迷子の子供探したりするって書いてあるわ、図鑑に。俺か、あ、え、じゃあ、迷子の葵を探したりやろうか。俺が迷子になった時導いてもらわなあかんな。出会いはそれやろうな、葵が迷子でどこやって言って、ヌオがどっか行ってそれを追いかけたら葵もどっか行って、たまたまレントラーに会ってありがとう、うん、で仲間や。うわ、その味見たい。めっちゃいいやん。そういうエピソードがあるんや。なるほどな。そしてそんな、え、僕のね、うん、3匹目なんですけど、うん、シャンデラ。シャンデラ分かるぞ。シャンデラは結構ファン多いんじゃないですか。はい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 、はい、ファンアートをよく見ましたけど。可愛いよね。可愛い、うん、強いって言われてるポケモンじゃないですか。強いんですよ、特攻バカ高いな。特攻って何？特殊攻撃、敵にぶ、うん、あの殴ったり蹴ったりじゃない、拳じゃない、白出しパーティーじゃできひんやつ。え、待て、それ何、白出しのことバカって言ってる？いや、あれ、そんな、ちょっとごめん、音符の家行ってくれ今から。なんで音符、あの音符しか言うてないもんな。後日音符の家には大きい拳の穴と引っかいた跡が。あ、ポケモン言ってるやん。ゴロンバとかが言ってんな。来た、やってんな。ちなみにシャンデラなんやけど、うん、あのイザナイポケモンって言われてて。おう、うん、まだいざないって。腕の炎を怪しく揺らし相手を催眠にかけるぞって書いてあるんやけど、うん、なんか子供とかね、その催眠にかかった人をあの世に連れていく、うん、ポケモンらしいんですよ。なるほど、道案内ってこと。そう、誤った道案内ね。でせ、ヌオとアオエはさ、シャンデラの炎にやられてるんじゃない？逆に俺がトレーナーとしてやってるつもりで、実はいざなわれてる方。いや違うよ、シャンデラは友達になりたいけど、その自分の炎を怖がって誰も来てくれへんけど、うん、くれへんくて、葵はそれも何も分からず迷って、たまたまシャンデラと仲良くなったんよ、うん、来てくれて。あ、なるほどね。全部迷いからなんや。迷いからの出会いなんや。あ、迷い込んできてくれたけど仲良くしてくれるんやってなったんや。そう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 、はい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 、俺はシンプルな迷子で。そうそうそう。勘違いやん、ほな。なんかごめんな、シャンデラ。いやでもシャンデラはね、ビジュもそうだし、うんうんうん、ちゃんと戦える強さがあるし、うんうんうん、確かにね。でさっき電気好きって言ったけど、ゴーストとか炎も好きなんですよね。はいはいはい、おー、なるほどね。ゴースト炎ポケモン、はいはいはい、っていうのもあって、いろいろ総合的にシャンデラが好きっていう、うん、色も可愛いし、そうね、うん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 、赤い炎やけど赤じゃないっていうのがね、青系の炎なのが、ね、やっぱ青いムーブとしては青色がね入ってる人たちを呼びたいなということで、この3匹でした、うんうんうん、いいじゃないですか。いや、いいですね。これで4人とも3つ言ったね、うんうん、はい、うん、で、あとジムリーダーをするなら、はいはい、何のタイプ
にしますかって来てたよね、確か。うん、できるかな、うん、そもそも慣れるかどうかの話してる。まあ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 、ね、まあ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 、まあまあ、まあこれは、どうしようかな。じゃあ、私が送ってる順に言っていこうか。うんうんうん。青い白だし、お米、温風の順番で、はい、言っていきましょう。はい。これはね、俺からかなとも思うんですけど、はい。氷タイプですね。氷タイプなんですね。納得してもらえるんじゃないかと。あのファンマークがね、氷マークなんで、せやの、ここはちょっと氷イメージが強いんじゃないかなということで、まあでも氷タイプで戦ってみたくもあるから氷タイプかな。氷ジム、いいね、青いムーブ。寒そう。寒そう。いいね、俺寒かったらさ、なんか壊すからさ、トイレから出てこへんやろ、ジムリーダー。ちょっと待ってなって。ちょっとあの氷技使いすぎてここ冷えてるわ言って。あ、確かにな、ちょっと3番はありえそう。ポケモンジムとかゲームやったら氷ジムってギミック多いイメージあるから、氷のギミック迷ってる説あるよ。葵が、葵が、葵がジムリーダーなのに、うん、裏口からとか行きなよ。あ、確かに正面から行かん、正面から。うん、まあでもこれはみんな、うんうんうん、ね、納得なんじゃないでしょうか。はい、納得してもらえたんじゃないでしょうか、うん、私ちょっと意外かもしれん。それで言うとフェアリーかな。私は格闘やな。おお。あれ、まあまあ、チラシ、ごめん、今聞いてピンときた。おお、マジで、うん、ピンときてる、ほんま、うん、私のことよう知ってんねやな、ほんなな、うん、私は格闘格、なんていうのこれ、格闘、格闘ジム、格闘ジム、格闘ジムかな、格闘ジム、格闘ジムです。さすが、おー、いいね、まあ、そうであってほしいわ。手こり、拳で、拳で、今右か左かどっちか知らんねんけど、右手をグー、左手をパーにして合わせて手こりってやってる。いや、右か左かは分かってくれ。あの挨拶ね。あ、そういうことか。あ、そういうこと。本来の方は自分でどっちかパーするの、自分の手の形にするかと思った。違うよ、このちゃんとした流儀を知らんから。ういう、ね、はい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 、あれなんですけど、格闘です。はいはいはい、なるほど、いいですね。うん、じゃ次、お米は、お米はね、鋼かな。おお、鋼ね。そう、勝手に悪やと思ってた。黒やし悪かなって思ったんやけど、うん、悪似合わなさそうやもん。まあ悪人ではないな。確かに、うん、そうやな、別に悪人じゃないけど、誰もジムリーダー。確かにな。まあでも悪には悪の正義がとかっていう人とかもいそうやからな。まあ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 ね。ジムリーダーやと、うん、確かにね、うん。それぞれの正義がありますから。うん、まあでもなんかこう、ポケモンの、まあざっと見てたんやけど、うん、なんかビジュアル的とかにも、鋼が近いなって思って。アクセサリー感があるね。うん、なるほどね。そう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 。いいですね。っていうとこで、まあちょっと意外かもしれんけど、鋼かな。うん、でも理由聞いたら納得。うん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 、使ってそう。いいじゃないですか。かな。コイル出してほしい。あ、うんうん、あ、出してあげようか。レベル100のコイルにしようかな。レベル100のコイルがいいな。レベル100のコイルすごい。最後の音符は？俺はもうそれわかるでしょ。お。もう性格からして。ベトベタ、いや、ベトベタやから離れてってたからってことは、あー、ごめんごめん、どうしてもベタ、危ない危ない危ない。じゃあ俺今度ベトベタだけでポケモンするわ。じゃあもうすごいね。どこまでいけるんやろ。いや、勝つよ、もう全部倒すよ。いけるか。ベトベタは関係ないです。まあ、関係なくはないかもしれへんけど、俺は毒タイプ、うん、納得ですか。納得やな、うん、なるほどね、はいはいはい。俺あのポケモンだけに戦わせるんじゃなくて、うん、俺もトレーナーと戦うから。どういうこと。トレーナーに対して毒を吐く。吐くな吐くな、自分で。ね、スポーツマンシップの素の素の字もない。素の字、あ、やめた方がいいじゃない、無理なんじゃない、向いてないんじゃないって。嫌なやつ。あ、そこでその技かとかって言って、あ、握手やなぁ。めっちゃ嫌なやつになってる。ちょっと嫌やな。ちゃんとネチネチしてんのがちょっと嫌やな。まあでも基本的にポケモンは虫と毒のタイプの、まあこの子たちを使った。うん、うん、うん。確かにね。そう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 。あ、ね、でもさ、このもともとお便りをくれた、生きのいいカキはフライだよさん。うん。うんうん、
のお便りにさ、うん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 、最近は黒ミドルがポケモンの世界にいたらどんなポケモンを使っていそうかについて考えていますって言ってるからさ、もうそれをぜひ教えてほしいよね。気になるよね。なんなんやろ、なんなんやろ、圧、うん、すげえ、圧がすごい、楽しみやわ。あ、これは毒タイプのジムリーダーやな、うん、マシュマロ何個にでもなっていいからさ、うんうん、白だしさんみたいな、うん、葵さんみたいな、ね、でもいいし、そう、それぐらい教えてほしい。確かに気になる。他にもね、ポケモンでやったらいろんな人がきっとこうやって考えたりとか、うん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 、ね、いろんな人の視点で、いや白だしはこれやろとか、いや葵さんはこれやろっていうのもあるから、まあ、ぜひぜひ教えてほしいです。コメント欄でもマシュマロでも何でも大丈夫ですので、はいはい、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでそろそろおつみどろのお時間となりました。で、今回お便りを読ませていただいたんですけど、まだまだお便り募集しております。はい、どんな内容でもいいって言ったらみんな困るんかな。困っちゃうかも。なんだろうね、季節系でもいいし、こういうゲーム系これやったらどうしますかとかでもいいし、お悩み相談でもいいし、あの、何でも募集しております。はいはいはい、はい、概要欄にマシュマロのリンクを貼っていますので、そちらからお便り送ってきていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまた来週の月曜日にお会いしましょう。本日のお相手は白い引き出しと音符と米玉と青いムーブでした。せーの、おつみどろー。